割と僕ら世代にもですね、合いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、春に揃えるべきトップスはこの5枚だけでいいというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。トップスといってもですね、なかなかイメージが湧かない方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ主にですね、上半身のアイテムなんですけども、このジャケットですとか、コートのような一番外側に位置するものをアウターと呼んだりする一方で、その内側に位置するような T シャツですとか、ロンTですとか、あとはニットだとかシャツだとか、こういったアイテムのことをトップスと呼ぶんですね。まあトップスといってもいろんなバリエーションがあるわけなんですが、その中でもですね、ある程度大人の男性にも似合いやすいというものになるとですね、大体ですね、5パターンぐらいなのかなというふうに思っています。今回ご紹介する5つをですね、覚えておきながら、全部を揃える必要はないんですね。この中から気に入ったものをですね、せいぜい3パターンぐらい揃えておけば、あとはですね、上に合わせるアウターの組み合わせですとか、もしくはボトムスの組み合わせ次第で、コーディネートの幅はですね、結構広がるかなと思いますので、ぜひですね、今回の動画を参考にしながら、春にぴったりのですね、トップスを皆さんも揃えていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もですね、こちらの動画の下のですね、説明欄の方にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のトップスからご紹介したいなと思うんですが、今僕が着ているこちらですね、パーカー。これはですね、ここ数年のトレンドが溢れるですね、トップスとして、皆さんにですね、ぜひお勧めしたいアイテムかなというふうに思っています。まあ僕はですね、パーカーというアイテムを春、秋、冬、3シーズン着るんですね。ただ、このアイテムに関しては、色合いを季節ごとに変えるようにしてるんですね。例えばですね、秋冬に関しては、黒ですとか、ダークグレーのような、重めの色を選ぶことが多いんですが、春になってきますと、色をちょっと変えまして、今僕が着てるような、ちょっとベージュっぽいような色合いですとか、あとは思い切ってパキッと白色だとか、そういったパーカーを着ながらですね、着こなしに明るさを取り入れるようにしてるんですね。まあ今着てるのは、ベージュとグレーの中間ぐらいの色で、グレージュとも呼んだりするんですが、こういった色のパーカーを最近はよく着ていますね。最近のパーカーというのは結構生地の感じも上品で大人っぽく見えるものが多くなってるんですね。ですので本来であれば僕たち30代、40代、大人の世代にはなかなか似合いにくかったパーカーなんですけども、最近はですね、割と似合いやすいものが増えてるかなというふうに思っています。もちろん身近なユニクロでもいいですし、あとはですね、ユニクロの中でもパーカーに関してはユニクロ U の完成度が高いので、そちらから選んでみるのもいいかなと思っています。特に今季はカーキ色がですね、おすすめなので、そちらもチェックしていただきたいんですが、もうちょっと大人の男性だったら価格帯を上げて、セレクトショップのオリジナルをチョイスをするのもいいかなと思っています。僕が今着ているのは、エディフィスのオリジナルのものなんですが、他にはグリーンレーベルだとか、ナノユニバースだとか、そういったセレクトショップなんかで買ってみると、僕ら世代にも似合いやすいですね、上品でトレンド感の溢れるパーカーが手に入るかなと思うので、ぜひですね、1着目のトップスとして、パーカーというものは選択肢の一つに加えていただければなというふうに思っています。で、このようなパーカーをですね、春先に1枚で着るときには、僕はですね、ちょっと腕を託し上げて、腕を見せてあげるようにしてるんですね。こんな感じでちょっとですね、軽快な感じにしまして、その中にですね、時計だとか、アクセサリーだとか、こういったものを少し見せてあげると、軽快な感じというか、こなれた感じも見えやすいかなと思うので、ぜひこういった部分もですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目にご紹介したいのは、今僕が着ているようなスウェットですね。まあこれまたですね、パーカーと並ぶような2大カジュアルトップスなわけなんですが、なかなか僕ら世代の方はちょっと抵抗感があるなと感じる方もいると思うんですね。というのも、部屋着っぽいだとか、学生時代に着たようなイメージがあって、なかなかですね、最近は着てない方も多いかなと思うんですが、ここ数年ですね、こういったスウェットに関しても、だいぶですね、トレンド感の溢れるアイテムとして、再注目されるようになったんですね。まあ僕自身もですね、ちょっと前までは抵抗感があったんですが、最近の流れの中で、パーカーもですね、上品な素材のものも増えましたし、その延長線上のこういったスウェットもですね、上品なものが割と増えたんですね。特にこういったものはセレクトショップのオリジナルが強くて、今僕が着ているものは、ユナイテッドアローズのものなんですが、
これはですね、色の感じもすごく上品で、僕は買ってからですね、めちゃくちゃ活用してるんですね。色に関してはダークグレーなんですが、すごく表面の感じも滑らかで、色合いも綺麗なんですね。変なテカリもないですし、すごく上品な色合いに仕上がっているので、こういったスウェットであれば、割と僕ら世代にもですね、合いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。で、サイズ感に関しても、僕はですね、こちら S を選んでいるんですが、ややゆったりめにできていますよね。もともとスウェットというのはそんなにタイトなものではないんですが、それにしても時代の雰囲気をですね、程よく取り入れながら、肩も少し落ち気味になっていたりですとか、身幅にですね、ゆとりを持たせながら、すごく今っぽいデザインになっているのかなというふうに思っています。割と僕はですね、ワンマイルウェア的にこういったものを使っているんですが、まあ春先であれば下にですね、白 T を覗かせながら、少し軽快な雰囲気を出してもいいかなというふうに思っています。まあ色のチョイスがですね、ちょっと難しいところなんですが、スウェットはですね、結構カジュアルに見えやすいので、個人的には濃い色の方が安心感があるんですね。ですので僕はですね、ブラックとかホワイトと相性がいいダークグレーのものを選んでるわけなんですが、他にはネイビーですとかブラックですとか、ちょっと濃いものを選んでもらった方が大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひこちらもですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。まあこちらも先ほどと同じように、ちょっとですね、腕を託し上げながら、腕元を覗かせてあげると、重たい感じにはなりにくいかなと思うので、こういった点も含めて、ぜひですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のトップスなんですが、今僕が着ているニットですね。このアイテムに関しては、先ほどご紹介したパーカーですとか、スウェットに比べると、だいぶですね、綺麗めに見えるトップスなのかなというふうに思っています。ですので、先ほどの2つのカジュアル感が苦手な方は、圧倒的にニットを選んだ方が、僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。素材の感じもですね、滑らかで上品な感じがするので、いろんな男性に似合いやすいのは、割とですね、このニットというアイテムなのかなというふうに思っています。今僕が着ているのは、ユニクロのですね、ミラノリブのニットになってるんですが、これがですね、何度か動画の中でも解説をしてますが、中肉厚で肌触りがめちゃくちゃいいので、今季はですね、結構着る機会が多いんですね。もともと僕はですね、ニットが好きなんですけども、最近はですね、スウェットだとか、パーカーを着る機会が増えてるんですね。そうなると、肌触りの点では、スウェットだとか、パーカーの方が、ニットよりも断然いいんですよね。そちらの方に慣れてしまうと、なかなかニットは着づらくなってしまうんですが、このミラノリブのニットに関しては、ほとんどスウェットと変わらないですね。肌触りがすごくいいので、ニットを着てる感じがしないんですね。まあその点すごく使い勝手がいいので、ぜひ皆さんも1枚持っていただきたいなと思うんですが、先ほどはダークグレーですとかベージュ系を選んだんですが、ニットに関してはこういったパキッとしたホワイト系があると便利かなというふうに思っています。もちろん単体で着ることもできるんですが、僕はこのような白ニットに関しては、この上にジャケットを着たいだとか、あとはシャツアウターを着たいですとか、そういった重ね着の一部として白 T 感覚で着ることが多いんですね。こういった白系のトップスがあると、まあ、着こなしの中にパッとした明るさを取り込むことができるので、一着アウトですね、劇的に使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、買い揃えていただければなというふうに思っています。サイズ感に関してなんですが、これは人によって正解が変わるかなと思っています。なるべくベーシックなスタイルを追い求めるのであれば、通常のサイズでいいかなと思います。僕も今はですね、S サイズを着てるんですが、これでバランスがいいかなというふうに思っています。ただ1枚で着るのであれば、少しゆったりめの方がバランスがいいかなと思いまして、この上にですね、アウターを羽織る形であれば、なるべくですね、大きすぎない方がバランスがいいかなと思うので、どのような形でニットを使うかによって、サイズ感というところは使い分けるといいかなと思いますので、ぜひその点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のトップスなんですが、今僕が着ているですね、バンドカラーシャツですね。これまたですね、1枚あると便利なアイテムなのかなというふうに思っています。これまでご紹介してきたアイテムの中でも、一応シャツというジャンルなので、綺麗めな方向かなというふうに思っています。シャツというアイテムは本来ですね、ビジネスで着ることも多いアイテムなので、小綺麗な印象を与えることができるんですね。ただですね、トップスとしては、ボタンをしなくちゃいけないのがめんどくさくて、僕も着ないことが意外と多かったりするんですね。しかもシャツというのは、ちょっとシワになるのが気になるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、その点ですね、パーカーですとかスウェット、ニットの方が便利かなと思うんですが、やはりですね、たまにはシャツが持つ小綺麗さというものも、着こなしの中に取り入れられるとですね、すごく便利かなというふうに思っています。シャツといってもですね、その中でも綺麗めなものもあれば、カジュアルめのものもあったりするわけですね。
例えば白のシワがないようなピシッとしたシャツであればかなり綺麗めになりますが、今僕が着ているようなストライプ柄でなおかつですね、襟の形がバンドカラーになっているものであればかなりカジュアルな方向になるかなと思うんですね。僕はカジュアル着として使うのであれば断然後者のですね、ちょっとカジュアルめのシャツの方が使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思うんですね。シワになってもそこまで気にしなくてもいいですし、着こなしの中に程よくカジュアル感もありつつ綺麗さも取り込めるというところでは、少しカジュアルめに振ってあげるのもいいかなというふうに思っています。今僕が着ているようなバンドカラーシャツですとかスタンドカラーシャツというものはですね、最近のトレンド感のあふれる襟型になっていまして、こういったものを取り入れることができるとちょっとですね、着こなしにトレンド感がですね漂いやすいかなというふうに思っています。まあ色に関してはシンプルに白でもいいかなと思いますが、個人的にはですね、1年ぐらい前に買ったこちらのストライプ柄がすごく気に入っていまして、これ1枚で着るというよりは重ね着の一部として使うことが多いです。ですのでサイズ感としては割とですね、ジャストサイズを選ぶようにしてるんですね。もしこのシャツをですね、主役にする場合は思い切ってサイズ感をドンと上げてしまった方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。僕は今 S サイズを選んでいるんですが、M サイズにしてみるだとか、あとはですね、最初からかなりゆったりめのシャツというものも最近はバリエーションが多いかなと思うので、主役にするのであればサイズ感は大きめに振った方がいいかなと思っています。今回の僕のようにこの上にですね、何かを羽織る場合であると、そのバランスを考えた上でそこまで大きすぎない方がバランスがいいかなというふうに思っています。今回この上にですね、ちょっとミリタリージャケットを着たいと思うので早速羽織ってみたいと思います。はい、実際に羽織ってみました。どうでしょうか。このように上にですね、アウターを羽織ってみると割とバランスがいいかなと思うんですね。大胆に大きいのもいいんですが、それだとですね、どうしても重ね着の際に邪魔になりやすいので、どのようなスタイルでシャツを活用するかによってサイズのバランスというところは考えていただければなと思っています。今回に関してはストライプ柄を選んでるわけなんですが、こういった柄物の場合は上にですね、アウターを羽織った時に程よいアクセントになるので、個人的にはですね、重ね着の際にすごく便利なアイテムなのかなというふうに思っています。通常の襟型でも全く問題はないんですが、少し旬な感じを出したいのであればこういった襟型もいいかなと思うので、まあ、最初は見慣れないアイテムの代表格がバンドカラーシャツではあるんですが、ぜひ皆さんにもですね、まずはユニクロですとかグローバルワークですとか手軽な価格からですね、トライをしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のトップスなんですが、今僕が着ているですね、無地の T シャツになります。このようなですね、ちょっとたっぷりめの T シャツというのは、これから春夏の季節にはですね、主役になるようなアイテムなので、ぜひ皆さんにもですね、揃えていただければなというふうに思っています。ここ数年ですね、T シャツのシルエットというのは、だいぶ変化しているかなというふうに思っています。以前であれば、タイトな T シャツというところが間違いのない選択だったんですが、今はですね、T シャツを1枚で着る際には、タイトな T シャツはですね、なかなか旬な雰囲気が漂わなくて、少し古い感じがしてしまうかなと思っています。サイズ感に関しては、ややゆったりめがですね、使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにも、今の時代に合った少し緩めのですね、無地 T シャツにもトライをしていただければなと思っています。これはですね、もう鉄板のアイテムがありまして、ユニクロ U のエアリズムシリーズ、これがですね、去年発売されてめちゃくちゃ大ヒットしたわけなんですね。まあそれがですね、今年も継続で展開をしているわけなんですが、まあ様々なカラーバリエーションがあるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、僕は今年ですね、ライトグレーを購入しました。白系の T シャツもいいんですけども、ちょっと退屈に見えることがあるので、明るさはありながらもですね、少し変化球のあるような色が欲しいなと思って、この色を購入しました。他にもですね、ダークグレーですとか、ブラックですとか、ホワイトですとか、いろんな色を僕が所有しているわけなんですが、皆さんもですね、気分に応じて何色か揃えておくと便利かなというふうに思っています。で、サイズ感に関しては最初からゆったりめになってるんですね。身幅も結構ゆったりめですし、着丈も少し長いです。ですので、通常のサイズを選んでも問題はないかなと思うんですが、よりトレンド感をですね、強めたい場合は、ワンサイズ上げてもらってもいいかなと思っています。僕自身は通常は S サイズなんですが、このエアリズム T シャツに関しては、ワンサイズ上げて M を選んでいます。これ以上ですね、大胆に大きくするのもありはありなんですが、僕ら大人世代はですね、やりすぎない程度に抑えておくということも結構大切かなというふうに思っています。まあ春だとですね、さすがにこの着こなしだと寒いので、僕はこの上にですね、カーディガンを軽く羽織ったりしながらですね、活用するようにしてるんですね。まあ実際にカーディガン持ってきているので、ちょっと上に羽織ってみたいと思います。
はい、上にカーディガンを羽織ってみました。どうでしょうか。こんな感じで春先はですね、過ごすことが多いんですね。特に気温がですね、18度ぐらいを超えてくると、これぐらいのスタイルがちょうど僕は心地がいいかなというふうに思っています。T シャツとカーディガンのコーディネートというのはすごく簡単ですし、手軽にですね、綺麗さというところをカーディガンで取り入れることができるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあカーディガンに関しても少しですね、サイズ感はタイトなものではなくて、ちょっと緩さがあるものの方がバランスがいいかなと思うので、T シャツかけるカーディガンスタイルというところで皆さんもですね、活用していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では春に揃えておきたいトップスを5枚ご紹介させていただきました。このあたりはですね、人によってどれが正解かは変わってくるのかなというふうに思っています。ベーシックで大人っぽい綺麗めなスタイルを目指したいのであれば、例えばニットですとかシャツですとか、こういったものを揃えるのがいいかなと思いますし、トレンド感のあふれる着こなしを目指すのであれば、パーカーですとかスウェットですとか、あとは少し緩めの T シャツですとか、こういったものを取り入れると一気にですね、雰囲気が変わってくるかなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回はですね、トップスはいろいろと変えているんですけども、すべてボトムスは同じものを合わせているんですね。僕が今回履いてたのはスラックス系のアイテムなんですが、結構ですね、トップスが変わるだけで、ボトムスは全く同じであっても、印象はまるっきり違った形になるんですね。それだけトップスの印象というのは大きいものなので、ぜひ皆さんもですね、ボトムスのバリエーションを揃えることもすごく大事なんですが、その前に視界に入りやすいですね、トップスを何枚か揃えることで、ぜひ着こなしのバリエーションというところを広げていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてなるべくわかりやすくファッションアイテムですとかコーディネートについて解説をしていきたいなというふうに思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。